はい、こんにちは、ジャゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、まあ、今週はね、メンテはなかったんですが、一応更新自体はね、ありまして、サッカー格闘技のね、新しいイベントが来ましたよというのが、まず一つ。そして、あれ、閉じちゃった。あと、ガチャの方も、一応2種類ね、来てまして、新キャラはいないんですが、技能持ちのね、日本人選手ピックアップと、海外選手のピックアップで、ステップアップループガチャっていうのが、まあ、2種類来てますと。そして、まあ、そうか、イベントか、これは。そうだね、この2つが一応更新としては来ましたねって感じかな。で、今回のイベントに関しては、みんなで挑戦回数クリアしようみたいなやつも一緒にやってるみたいですね。で、要するに、プレイヤー全員でこの回数こなすとアイテムがもらえますよみたいな感じみたいなので、まあこれはこれでちょっと頑張りましょうかねって感じかな。ね、一番最後の虹玉戦までは、0がちっちゃくて、1、10、100、1000、万、30万か。30万試合。これ仮に、何人ぐらい今アクティブにやってんだろう。1万人やってたとしても、1人30試合がノルマでしょ。1万人はやってんのかな？やってないよな。ちょっと待って。だって、ドイツのイベントで見たって、まあ、自分が500位この状態でだけど、何人ぐらい稼働してんだろうね、これ。まあ、1万ってこともない。でもさ、1000人ぐらいしか動いてないとしたらさ、30万ってさ、1人のノルマ300試合だと厳しくない？っていうね。まあ、そこはでも、しょうがないかなっていうか、どのぐらい実際ね、稼働してる人がいるのかっていうのがこれでわかるんじゃないかなというのは思ってますね。でね、ガチャの方なんだけど、海外選手のピックアップガチャと日本人選手の、ピックアップガチャが新たに来ましたよって感じなんだけど、そうね、俺ね、ジュニアユースの慈瞳くん一人も持ってないんだよ、未だに。だからちょっと慈瞳欲しいなっていうのはあるんだけど、じゃあ慈瞳のためにこのガチャ引くのかなっていうとちょっと微妙かなっていう気がしてて、でこっちで言えば、まあディアスとカルツが欲しいかなって気はするんだけど、まあそうは言ってもね、ディアスとカルツ狙うんだったらシェスター狙いつつこっち引くよねっていう気もする。ただね、星さんがね、前枠確定なのはね、お得なのかな、みたいなね、とこですね。そうなんですよ。でね、ちょっとね、これ来た時に思ったのが、日本人と海外選手、俺、どっちの方が持ってない選手多いのかなって思った時に、なんかこの一覧で見てもね、よくわかんないんだよね。やっぱ絵がないとさ、名前と肩書きみたいな、この頂点を目指す見過ぎってどの見過ぎだよみたいな、絵がないとこれじゃわかんないよっていうのがあって、そうなった時になんか他のゲームだったら、なんて言うんだろう、選手一覧っていうかさ、アルバムみたいなさ、所持選手未所持選手全部まとめた、なんて言うんだ、選手名鑑的なやつが見れるとことかあるじゃん、他のゲームなら。キャプゼロさ、ないんだよね、そういうの。めちゃめちゃ今更なんだけど、そういう機能がね、すげえ欲しいなと思ってさ。ちょっとなんか問い合わせ的なの送ってみようかな。とか言いつつめんどくさがっていつも送んないんだけどね。なんかさ、こう見てもさ、持ってない選手はどういうのがいるんだっけっていうのがね、わかんないじゃん、これだと。自分の持ってる選手しか一覧で載せてくんないから、アルバム的な感じでね、未所持の選手も見れればいいんだけど、
で、一応ね、未就任の選手を確認する手段としては、ここ、同盟ボーナスね。ここから、ああ、ナポレオン持ってないんだね、とかね、こうやって見えるんだけど、それ、いちいちさ、持ってない選手確認するときにさ、入れなきゃいけないじゃん、チームに。ああ、代表ユニの岬持ってないね、とかね、こうやって、確認ここでできるけど、こう、例えばね、こうやって同盟選手ボーナス見れば、ああ、ヒューガくん、あれだね、も、一人だけ持ってないの代表ユニフォームだね、とかね。まあ見えるんだけど、例えば、じゃあ、俺が、ジュニアユースのヒューガをもし持ってなかったとしたら、その確認すらできないわけよ。こうやって、自分の選手一人入れれば、同盟ボーナスから、持ってない選手こうやって確認できるんだけど、あ、そういえばさ、ヒューガのジュニアユースってさ、パワーいないのにさ、速ばっかりいるのってなんか偏ってない？っていう話もあるんだけど、まあ、なんつうんだろうな、だからね、ちょっとさ、不便だよね、これ。そうだ、未だに一人なんだ、とかね。っていう風に、まあ、ここで持ってない選手見えるけど、なんか一覧で所持と未所持がわかるような、アルバム的なページ欲しいかなとかっていうね。だいたい今さ、全部で何選手いて自分がそのうち何選手持ってるのかっていうのがこれじゃわかんないもんね。選手一覧見ても。何選手いるんだこれ。俺持ってる選手。6でしょ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。え、結構いるな。24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、プラス1か。47、6、6、4、24、6,7,42 だから282、283か。お、ちょうど翼じゃん。はー、まあ283選手、俺は持ってるっていうのがこれで分かったんだけど、全部で何分の283なのかっていうのが、分かるページがないわけよ。今、キャップゼロに。ここちょっといい加減欲しいよね。選手増えてきたし。っていうのをね、すげえ思った。で、未所持の選手が一覧で確認できるようなページっていうのがあれば、これもね、こっち意外と持ってない選手で欲しいのが入ってるぞ、海外って思ったら引くかもしんないじゃん。だから、今だと何持ってないかが全然わかんないから、なんか引く気にならないんだよねっていうね。こう、もし、未所持選手一覧とかもさ、こう、検索して見れるような形のね、ページ作ってくれれば、あ、結構海外選手持ってなくて欲しい選手いるじゃんとかって言って、これ引こうとかってなるかもしんないじゃん。割合確認したりはするかもしんないけど。だからね、ちょっとね、選手一覧っていうか、なんつうんだ、アルバム的なやつ欲しい。機能として。っていうのを、今回のピックアップ、国内とね海外と、来てるのを見て、思いましたっていうね、そういう動画です。はい。ちなみにリーグなんだけど、ね、虹玉がね、虹玉に、今回も相変わらず突っ込んでみましたということでね、ランク12で9日で300だから、これ15まで上がるっていうのをちょっとツイッターで見たので、どうなんだろうな、毎週300もらえるようぐらいまでしかいかないのかな、これ。ちょっとわかんないけど。って感じかな。あとね、クラスマッチに関しては、これ1ヶ月で切り替わって、でね、1ランク落ちるみたい。これ前回、ダイヤの4まで行ってたはずなので、マスターとかまでね、ちょっと行けなかったんですが、
ダイヤの4だった俺が、プラチナの4スタートになってるので、まあ普通に数字はそのままというか、5ランク落ちるってことかな。一つ前の、このプラチナとかダイヤとかのランク帯が一つ落ちる感じで、しかもクリアしてるとこの報酬っていうのがプレゼントに送られるので、これはね、なんかもうちょっと積極的に進めててもよかったかなっていう、ちょっと後悔ですかね。まあ、とはいえ、マイペースにやるんですけどね、こっちに関しては。っていうかさ、そう、こうやってさ、もうクリアしてるやつはクリアでいいよってやってくれるんだったらさ、いい加減挑戦の奇跡もさ、クリア済みは虹玉と、なんかよくわかんない記録みたいなやつだけくれればいいのにっていうのね、すげえ思う。ちょっとね、いい加減毎回やるのがだるくなってきてる。まだ後半全然終わってない。こっちもね、ちょっと、あれだよね、終わしたら、例えばさ、それこそ、1から4まではやんなくていいよぐらいにしてくれたらだいぶ楽なんだけどね。各章、最後だけもうクリアすれば、コンプリートしたやつに関してはいいよとかっていう風に、次からしてほしい。そんな気持ちになった。だってクラスマッチであれやってくれるならそれでよくない？本当に。で、あとね、ランキングマッチに関しては、今回は、海外全能力 100% ってことで、海外か。ちょっとね、今回のこのスコア両方を、いつもの速パでやっちゃったんですが、多分ね、海外染めとかで適切な選手でやったら、あっという間にね、抜かれそうな気もするので、ここら辺は、まあ、まだわかんないかな、という感じですね。そんなところかな、なんか今回言おうとしたのは。一番はね、アルバム作ってよっていうね、ことをね、すげえ、このガチャ見て思ったっていうね。そんなとこですね。はい。じゃあ今回はとりあえずこれで終わりにしようかなと思います。なんか、ガチャとかね、イベントがとりあえず、メンテはないけど更新来たのと、まあそれ見てね、ああ、なんか一段欲しいって思いました、みたいな話でした。では、終わります。ありがとうございました。ほい。